では続いてキッチンをご紹介いたします。はい、よろしくお願いします。キッチンもこれはすごい素敵ですが。そうなんです。こちら楕円形のキッチンになってまして、うん、オーダーメイドで。オーダーメイドですね。通りでちょっとなかなか見たことないなって思いました。こちら手を洗ったりいろいろ作業をしたり、十分なスペースがありますので、こちら IH になってます。うん、今回このキッチンあるものがないなと思って。換気扇とかってないですよね。実はあるんです。あるんですか。はい。あ、すごい、こんなとこに隠れてたんですね。こちらがキッチン、換気扇になってます。下から出てくるの初めて見ました。おしゃれですよね。おしゃれですね。もちろんデザイン性もあるんですけど、うん、収納力もたくさんある、機能性も備え付けられていて、うんうん、とても使いやすいキッチンになってます。そうですね。あと今回あの食洗機もすごい素敵なものが入ってるなと思ったんですが。そうなんです。ホームパーティーしてもですね、うん、食器を余裕で、うん、収納できるように大型なものを付けられています。大容量ですね。そして2段になっているので余裕の広さですよね。本当ですね。これももうやっぱ特注のキッチンならではですよね。で、洗った食器を収納するカップボードがあり、はい、またこの奥には格子になっているんですが、はい、実はパントリーが隠れてたんですね。はい、すごい。あとおしゃれな空間になってるんですが、うん、例えばお米だったりとか収納しても余裕の広さがあります。なるほど。生活感を隠すような工夫もされてるんですね。はい、そうなんです。うん、続いて、はい、こちら階段があるんですが、はい、先ほども紹介したようにこちらロフトのついた住宅になってるの で、 あ、そうなんですね。こちら階段登ってロフトがあります。うん、これあのちょっとさっき拝見したんですけれども、思ったよりも広くって、広さどれぐらい？広さがですね、約22畳あります。22畳、それだけあったらかなり収納できますよね。はい、季節物だったりとか、うん、もちろん使わなくなったお子様の遊び道具ですね、うんうんうん、を余裕で収納できるようになってます。そうですよね。ちょっとこう、お子様の秘密基地にもなるぐらいな広さありましたね。そうですね、確かに秘密基地になると思います。続いてこちらが水回りになるんですけど、はい、キッチンからわずか5歩で移動できる距離にあるんです。5歩、はい、近いですね。そうなんです。これがちょっと弊社のコンセプトでもありまして、うん、家事時間1分の1設計と、うん、そしていかに家事の時間をぐっと短縮できるかの工夫もまたこちらの動線で実現しているんですね。うん、すごい。先ほどからデザインと機能性も拝見してたんですけど、さらに動線も考えられてるという、はい、素晴らしいですね。その分技術力が詰まってますので。なるほど、はい、もうこれ最高峰のお家ですよね。そうですね。うん、こちらの水回りが約5畳あるんですけど、はい、お風呂場ももちろんあり、うん、洗濯機もあり、収納もついて、うん、また手洗いは2つありますので、うん、朝の時間混むこともなく、確かにかなりこう余裕を持った時間を過ごせそうですよね。そうですね。鏡の後ろは収納もついているようになってます。お風呂場もすごい気になるんですが。そうなんです。こちらのお風呂はまた浸かりながら庭園を眺めることができる、うん、あー本当だ、ゆったりした空間ですよね。本当にこうお庭のこう設計をすごい考えられてますよね。世界的庭園デザイナーの石原和之さんに弊社のモデルハウスいろいろと手掛けていただいて、うん、こちらのモデルハウスも手掛けていただいてます。うん、上を見上げていただくと檜張りの、これも本物の木なんですね。通りでこうちょっと優しい木の香りがしてきますよね。ここでゆったりくつろいでいただけるようなそんな空間になっています。すごい、もう空間としても視覚でもこう嗅覚でもゆったりとしていただけますよね。はい、うん、で続いてこちらですね。はい、で弊社が先ほど言った家事楽を目指しているんですが、うん、洗濯物を干して、
洗ってしまうとき、ちょっと収納が必要になるかと思うんですが、はい、もう隣がすぐにファミリークローゼットになっていますので、はい、こちらも本当お店みたいな。そうなんです、うん、ここで収納したりなんですね、うん、ちょっとこちらにはパウダールームもあって、うん、朝のメイクの時間だったりとか、うん、お風呂上がった後の洗顔、うん、化粧水だったりとかもこちらでできるようになってます。本当これだけあったらご家族分も入れられますよね、はい、余裕の広さですよね、うん、こちらの棚も上についてたりとかですね、うんうん、こちらは可動だな。はい、ご自分のボックスの大きさに合わせて自由に変更できるようになってますので、うん、ご家族の使いやすいように調整していただけたらと思います、うん、はい、そして最後こちらなんですが、はい、こちら主寝室ですね。あ、主寝室も広いですよね、はい、そうなんです。かなりの広さがありまして、うん、また LDK とは違ってちょっと落ち着いた雰囲気にクロスを使ったりとかですね、うん、あと間接照明も仕込んでちょっとゆったりした雰囲気を感じられるようになってます。確かにこちらもまた購買で天井がすごい感じられて素敵ですね。こちらの上にエアコンが入ってたりとかですね、はい、それを隠す工夫がされているんです。あ、すごい。こちらが約10畳の広さにはなるんですが、うん、はい、続けてこの隣が書斎になってるんです。リモートワークをしたりとか、うん、あと読書を楽しんだり、うん、お子様だったら勉強もできますよね、うん、そうですね。この広さあればかなりこう使い道が広いですよね、はい、窓もあるので、うん、お庭も眺めながら。すごい、随所随所でちゃんとお庭が見れるようになってるんですね、はい、そしてこちらのモデルハウスなんですが、はい、ぐるりと一周できるような作りになってまして。あ、そうなんですね。廊下の造作棚を進んで、うん、そのままこちら私から見て左手側に子供室があります、はい、子供室もまたちょっと雰囲気が違って可愛らしいですね。そうなんです。こちらの子供室なんですけど、うん、約5畳の広さになってまして、うん、ちょっとアクセントクロスを使って可愛くしたりですね、うんうん、他のお部屋とは雰囲気違いますね。そうですね、うん、一応こちらのモデルハウスはこちらに5畳と、うん、隣にも 4.5 畳の子供室があります。あ、なるほど。ちょっと気になってたんですが、こちらの奥にあるその柱は、はい、こちら精神装置の未来へと言いまして、はい、やはり地震が来た時の揺れ、うん、特に気になると思うんですけど、そうですよね、揺れをこちらの精神装置を仕込むことで揺れを軽減するようになっています、うん、なるほど。じゃあ普段はこう壁の中に入っているものをあえて出してる感じですね、はい、やはりお客様にはどんなものが入ってるんだろうって気になる方もいると思いますので、うん、確かに弊社のモデルハウスはこちらの未来を見えるように設置しまして、お客様により安心していただけるような工夫をしています。大事ですよね、お家作りに安心感って、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。こちらのモデルハウスは要予約となりますので、七路建設の公式ホームページから、そしてお電話でも可能ですので、いつでもお待ちしております。またこちらのモデルハウス以外にも七路建設の施工実例やお客様の声などをホームページやインスタグラムでも紹介しています。ぜひチェックしてみてください。この動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。